バルニー、リコ、つかさ、ラジオ屋さんごっこ。はい、ティンカーベル初のさん M1 お疲れ様でした。バルニーです。ティンカーベル初のさん、東村明子さんについに見つかっちゃいましたね。おめでとうございます。リコです。漫画家東村明子さん、新発さんのファンになったみたいです。え、つかさですわ。つかさです。つかさです。10月4日月曜日22時半ズームで集まっています。あぶっちゃったよ。全員同じこと言いたかったのね。うん、いや、出張中ですって言おうかと思ったけど、あー、新発さんのこと言おうって。いや、そうだよ、バルなので気づいて全く同じ発想だ。なんか僕も困ってさっき何言おうかなって、あ、ティンハツさん、ティンハツさん。いや、キングオブコントのこと言うかと思ったよ、2人。いやいや、もうそんなのみんな知ってることじゃん。うん、私も。でも、一つ教えてあげる。うん。チェルミコファンコミュニティついに開設。その名も、チェルミコビアーズです。最新情報？最新だと思う、チェルミコビアーズは。そうなんだ。みんな入ろっか。有料かな。はい。はい。はい。もう本題。いっちゃいましょう。なんか、話したいことある？なんかあった？なんかあった最近。いや、もう今、キングオブコントのことで頭いっぱいだから、もう全然。じゃあ、進んじゃっていいよ。うん。小さになっちゃうから。でも欲しがってると思うよ。10人ぐらいは。感想？あ、ちなみになんか優勝当てたりしたの？二人は。あ、私優勝当てらんなかったけど、審査員は全員やってた。そんなことあんの？何その、後から嘘だろ。で、審査員のことはもうこの4人って当ててたの。だけど優勝はウルトラブギーズだと思ったんだよね。なんで、なんか無限大ホールの無限大カップみたいなのがあるんだけど、うん、夏に。あ、すごい面白かったんだ。そう、それの優勝がウルトラブギーズだった。で、人気投票みたいなもんなんだけど、ほぼ。まあでもめっちゃ面白かったし、それの中で空気階段とか、本当他にもっと人気な人よりも、上だったから。人気投票っぽい形式でウルトラブギーズ1位は確かにそれ熱いな。そう、そう。ってぐらいめっちゃ面白かったの、ウルトラブギーズが。絶対2本目そのネタで来るつもりだったと思う。優勝したネタで。なるほどな。まさかの手入れし。リーコの中の優勝は空気階段？やっぱ？でも空気階段めっちゃ面白かったけど、もう一回面白すぎて興奮して見直そうって思って見直したら、なんか意外とそんなことなくて、やっぱなんだろう、でも面白かったけど、何が一番良かったかな、やっぱカエル亭かな。あ、カエル亭めっちゃびっくりした、うん、一発目なんだ、おもろい。めっちゃ良かった、ね、いやでもちょっと選べないな、なんでジェラードンのネタだったんだろうとか。いや、なんか不思議なこといっぱい起きてる。マジカルラブリーとニューヨークも僕の中ではめっちゃ謎だったし。いや、ニューヨーク荒かったね。ニューヨークやばかった。ちょっともう言い出したら切れないわ。米が評論家なんだよね。正直なんか、そう、もうね、荒かったねじゃないんだよ。そう、誰が良かったとかじゃなくて、審査員がマジ全員良かった。ね、わかる。あとでも一つ、もう僕より詳しいリーコにちょっと伺いたいんだけど、かまいたち、うん、山内早くない？何が？あ、なるの？うん、いやー、でもあんな的確なコメントしてたらもういいって。早いとかじゃないよ。あ、僕全然賛成派なんだけど 100% びっくりしたの、みたいな。確かにね。でももう山内以外、私他に田中とかかなとも思ってたんだけど、山内じゃなくていいね。うん、そうとか思ったけど、いやー、そう、よかったね山内。なんか早いよね。いや、う大さんに来てほしかったけど、やっぱさすがにないか。リーコのう大のノート記事、うん、がめっちゃいろん芸人たち、芸人本人たちがみんなリツイートしてて、めっちゃ、あ、そうなんだ、信頼されてんだって思って。いや、それはそうでしょ。めっちゃ面白かったよ。
マジ普段のノート、うん、普段のノート読もうとしたら有料でびっくりした。いやいや買えよ。いや全然買えって PDF 送って。そういうこと言っちゃダメなのよ。送らないよ。はい、はい、本編に行こう。本編に行きましょう。今日のテーマはSNS の使い方。イエーイ。で、うちは3人で話すつもりだったけど、なんか私的に3人とも SNS の見方が偏りすぎてて、なんかあんまりリスナーとかけ離れたこと、なんていうの、ラジゴリスナーの目線とずれたことばっかり言いそうで、ちょっと気まずいから、なんか近そうな人呼びました。せーの、さっきんさん。はい、2回目のお久しぶりです。お久しぶりです。1回目はガラスの靴なんだっけ、ガラスの靴みたいなペニスっていう人気回。人気回なの、はい、あれめっちゃ人気回だよ。さっきマジで誰も言及してる様子ないからな。いやいや言いにくいじゃん、ペニス入ってるし、うん、あそっか。あと勝手にだけど、あれ第2弾計画中です。ガラスの靴みたいなペニス2、ガラスの靴みたいなペニスボリューム2っていうタイトルで行かせていただきたいですね。同じメンツでちょっと報告とかしようかなみたいな。まず先に聞きたいんだけど、さっきん、はいはい、リスナーの声、リスナーと同じ目線という理由で呼ばれてるけど、どういう気持ち？マジで最近聞いてないかも、申し訳ない。ラジゴを聞いてないね。そう。でもツイッターは見てるっていう。そう、ツイッターは本当に死ぬほど見てる、多分誰よりも、うん、でも確かにリプ早かったよね。すんげー見てる、追消しする前にリプしてくれるから。つかさの追消しも逃さない。そうそうそう、そうそう。いや、なんでこの話しようってなったんだっけ、そもそも。なんか私がだんだんとツイッターめっちゃ好きなのね、昔から、大学生の頃からなんだけど、なんか最近ツイッター楽しくねと思って、なんか見方変わってきたみたいな自覚があんの、うん、でそのなんか象徴的な出来事が、なんかそれこそなんかなんていうの、あのアーティスト有名になってからフォロー外してきたんだけどうざみたいなツイート、うんうんうん、を知り合いの人がしてて、でそのアーティストっていうのはなんかちょっと有名になったラッパーみたいな感じだったのね、うん、で私はその時全然活動をそこまでしてなかったから、あの人調子乗って外しちゃったんだ、ちょっと嫌な感じの人だなって思ってたわけ、かなり前ね、うんうんうん、4年以上前なんだけど、うん、でなんか最近それ外す人の気持ちがだんだん分かってきたみたいな感じなのね。いやー、天狗になっとんな。そうで天狗で、単純にそれってでも天狗っていう理由だけじゃなくて、そのこの人はフォローするに値しない、私と釣り合っていないとかそういうことじゃなくてね、なんか単純になんか人が音楽についてこれいい悪いとか、なんか微妙に評論したりしてるのとか全然見たくなくて、っていうかなんかそれも自分に対する圧に思えてきちゃって、なんかプレッシャーに思えてきちゃって、なんか見たくないな、なるほどね。一人一人が評論するよ、もともと音楽好きな人めっちゃフォローしてたから、その人たちのチョイスするなんか投稿にチョイスしてる音楽がこれなんだとか思ったりするのもなんか結構キモいくなってきて、なんかそこに人のめっちゃ自我があるのもなんか気持ち悪く感じてきて。例えば誰？いや言えないよ、もうたくさんいる。だけどそのつまり昔知り合った一回同じ現場で一緒になった DJ とかだと、うん、すごいさ、なんか新風の感想とかつぶやいてすんじゃん。うんうんうん、でなんか私現場を一緒になった人ほとんど必ずフォローしてたの、みんな一回しか会ったことなくてもフォローするみたいな、うんうんうん、その人たちを結構大量にミュートしちゃって、もうなんか見たくなさすぎて、あアンフォローしなくてミュートしてんだ。そう、うん、なんか一応その時のそのあの子売れて調子乗ってるフォロー外された PM みたいなやつがを覚えてて、まあそれが悲しい気持ちももちろんわかんの私は、フォロー外された悲しい、しかもちょっと売れてからみたいな嫌な感じ
っていうのも理解できる。まあでも確かに今のタイミングでバルニーからフォロー外されたらめっちゃ悲しいな。いやうざいじゃん普通に。怖い怖い。的に見て確かめようかな。ちょっと一旦みんな一時停止して確かめよう。フォローされてた人。いやいやいや。バルニー。外してねえよ。外してないって言ってんだよ。ミュートしてんだから。そうそう。でさ、なんかみんなどういう観点なのかなみたいな。その当時は確かに私もフォロー外されたかなピーみたいなこと思って。てたけど、みんなどんな感じで見てんのかなっていうのをちょっと知りたくなったっていう。あ、リーコどう？リーコでも裏垢重視だもんね。なんか、うん、ないよね。そうあ、でもインスタはそうじゃん。インスタは普通に運営してるじゃん。運営、あ、まあ、うん、人間としてやってる。人間としてやってるじゃん。うん、インスタの何をもって外してるかってことで、ね、いや、その外されてなんかクソって思ったことあるかとか。あるある。外されて、うん、ある。けど、なんか、どう考えても私に関しては、うち専門的なこと何もつぶやかないし、まあ、空の写真あげるしね。空の写真とか、すごいパーソナルなことをインスタとか上げてるから、そりゃいらねえよって思って外すよなって思って、全部いつも納得してる。確かに逆に言うとリーコ仲いい人多くない？え？なんで？今普通に冷静に考えて、僕はリーコと仲いいから、うん、リーコが空をあげたり猫をあげたりする、うん、あ、猫じゃねえよ、犬をあげたりするとなんか、うん、こいつまたあげてるクソワロって思いながら楽しめるんだけど1000人ぐらいがあ、この人またあげてるクソワロって思いながらフォローし続けてるのか、うん、900人ぐらいがミュートしてるか、どっちかでしょ。でも私ストーリー自分で更新すると大体700人くらい見てるんだけど、すごくない？おー、すごいね。高いよパーセンテージ。パーセンテージ超高い。絶対的支持者がいるね。そう、1500人ぐらいフォローしてくれてて自分のこと、うん、で多分相互フォローはそのうちの500人くらいでとか、だからかなり、あの、本当にシンプル一方的にうちの犬の投稿とか空が好きな人。なんでみんなアンフォローしないの？意味わかんない。どういうこと？いや、癒されんじゃない、やっぱ空とか。めっちゃ不思議。僕不思議があってんの僕だけ？いや、不思議だと思ってた、うちも途中まで。バルニー普通。いや、私アンフォローしないのよ。なんか私そもそも SNS 名刺代わり、名刺交換だと思ってんの、まず、うん、そもそも、うん、つーちゃんと結構違う、うん、つーちゃんは普通に興味ないとかクソワロって思ったら外したりすんじゃん。うん、しないのよ基本、交換しちゃったもんは。あ、いいね。なんか自分のイメージ上げようとしてんね。うん、イメージ上げようとしてんじゃなくて昔からそうなの。っていうのは私めちゃめちゃ打算的な人間だから、この人と後ほど仕事で会う可能性ってゼロじゃないなって思う。逆打算だからこそアンフォローしないみたいな。え、だから名刺だと思ってんだって。なるほどな。もう全部ビジネスかよ。そう、性格。もういつ見れんだよ本物の場合には。もうあの活動とか関係なくね私がラップやってるとか関係なくそうだと思ってんのね私は。で、なんか私外されることとか全然あるし、仲良かった子とか、あの、大学出た瞬間に外してきたとか、ね、さっきんとか話したことあると思うけど、うん、この子クラスメートだったのに大学出た瞬間に外された2人に外されて。誰？いや言わねえよ言ったことあるだろ。いや2人、そうそう外されて、で私が活動をやって、つまり卒業して6年とか経ってまあまあうまくいった頃になんかフォローまたしてきたから、あ、かなりふりして。え、じゃあ本質的な人間という人間での、うん、自分の人間関係を本当に表してるのは裏垢だけってこと？うん、そうだよね。フォローさせろ言ったな。いやもうその裏垢もほぼ稼働してないから、全然稼働してないから。あ、ね、あ、でもクローズフレンズいいね。クローズフレンズ、インスタのクローズフレンズ、親しい友達。うん、そうそうそうぐらいね。え、最近はアンフォローする？
いや私は多分この中の誰よりもフォロー少ないし全然友達いないから、私1400人ぐらいフォローしてて、うん、フォローされてるが250とかな。逆パターン、基本知らん人をフォローしてる。そう、知らん人フォローしてる、情報収集みたいな。逆に1400人よく追えるね。うん、だからもう一生見てるツイッター仕事中仕事中すごいね。単純にさ、なんか有益かどうかで判断してんだ、それは。そうそう、なんか気になる人とか、うん、まあなんか仕事関係で気になるとかもそうだし。で、外す時もあんの？普通にこれ有益じゃなかったわ、外すみたいな。なんか今日もうちょっとバルニーに LINE したんだけど、ちょっと思想がちょっと違うなってなったらちょっと外したくなるかも。ああのなんか今の最近の悩みはその人のいいね欄まで流れてくるのが超嫌で。ああ分かる。あでも僕全部だからあれ毎回あれ設定変えてる。え変えられるのあれ？え変えれる変えれる。右上であのいいねは表示しない。そうツイートした時間軸別ソートバイタイム。ああ。え、マジなんかそれしたい。なんか本当になんか。え、速攻するべきだよ。秒でできるよ。なんかコマンドあったよ。なんかね、あの、なんだっけ。ミュートワードのところに、なんか入れれば、その、人のいいね流れてこなくなる。いいねしましたみたいなやつを。そうそうそう。それで、まあでも結構漏れるらしいんだけど、なんか、荒いらしいんだけど、制度。でも時間軸でしたらめっちゃ健全だよ。それしたい。めっちゃヘルシー。そうそう、全然違う。え、僕も毎回、時々なんか月1か2ヶ月に1回なんか間違って戻してなんかめっちゃ病むもん。え、何これ見たくないみたいな。え、嫌いになるよね、なんか。え、マジでなんかだからツイッターが違う世界に見えるもん。うん、他の知らん人のさなんか情報入ってきてさ。そうそうそう。でそれでなんかあこの人いいなみたいな思うことも発見もあるからありがたいけど、あ、分かる分かる。なんかその人がこうその人の発信してる創作物とかが好きでもその人の思想は好きじゃないなみたいな時に、うん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 、なんかちょっと複雑な気持ちになるというか、この人の作ったものだけが好きだったのにみたいな、わかる。わざわざそれ以外の判断要素がなんか流れてくるのがなんかお互いお互いつかなんかこっち申し訳ないみたいな、うんうんうん、でもアンフォローまではいかないんだ。そうそう、でもその人がさあ好きだからさ今日のそもそもは、うん、そっか、そもそもは偉いな、みんななんかルールとかあってい特にそんな厳密化してるわけじゃないけど無意識にやってんのよ、うん、まあ、逆にそのラジオ屋さんごっこっていう僕の本垢があるんだけど本垢なんだあれであのファボも見れる設定にするとめっちゃいい。バルニー・リーコ・シャオさんのあのとあのサイレントリスンちゃんの編集とかねしてくれてる人、ね、してあの手伝ってくれてる人たちと、うん、ラジゴメンツのものしか見れないからもう超限定されてて超超効率いい。 いいのかなそれえめっちゃ楽しいよ。だってバルニーとリーコとシャオさんのサイレントリスンが好きなもんバーって出るからさ。 あ、まあね、いいね。私もそれそうなってるよ自分のラジゴのアカウント。あ、そうだよね。いいよね。でもなんかうちシャオさんのツイートは好きなんだけどシャオさんのいいねは本当に興味がなくて今のか編集するから見るの。いやでも分かる。いや全然いいの編集だから。シャオさんに聞かれても全然いやシャオさんなら分かってくれる。いやでも分かる分かる。でも時々あれ間違って僕フォローしたっけってなるもん。あの確かにプロレスのなんかプロレスラーのなんか情報が出てくるからね。で最初の頃シャオさんをフォローした時にそのプロレスのツイートがすごい流れてくるからなんか人のいいね見ないようにするとかで検索しまくってたんだけど、どうしてもなんかそのつーちゃんが今言った方法が私たどり着けなくて、いつもなんかあの興味ないみたいな、あなんか not interested みたいな、なんかそういうのを手動でやってた手動でいつもやってたんだけど、あの今なんかそれでもやっぱ流れてくるじゃん、あのプロレスの、うんうんうん、投稿でなんかずっと見てたら普通にだんだんなんか好きになってきてて興味湧いてなんかそうプロレスの人たちすごいなんかみんなすごいいい人たちだし、なんかシャオさんがいいねするものは本当に全部ポジティブだし、なんかすごい このコミュニティめっちゃいいなって思いながらなんかだんだん
なんか全然それがもう全くノイズでも何でもなくなって。めっちゃおもろい。そういう効果もあるって。いい話じゃん。そう。僕は逆にすごい近い人のが何をファボってるのか時々見る。ああ、ね、見てるよね。私さっきのとか見るかも。いいね。さっきのいいね欄とかたまに。だからなんか情報としてなんか。そうそうそう。僕も情報として見ちゃう。なんか。うん、最近なんか京都引っ越したからやってないけど仕事した時かなり定期的にリーコバルニーノマさんのが何ファボってるか見てた。うわーやだな、うん。いやそんな面白くないよ。バルニーがファボってるもん別に。なんか嫌じゃん。ああ。それされてんじゃん私。それされてんじゃん私。あ見てる見てるなんか。いや本当だよ確かに。嫌だけど自分はやるっていう。もう最近ねパパ活の女の子しかフォローしないから。いやそうそういう感じじゃん。なんか社会学者みたいになってんのよなんか面白い。でもわかる。めっちゃ楽しい。あのなんか僕めっちゃコアリルごっこは覚えてるかもしれないけどなんかインスタで日本の高校生は何どういった生活してるかめっちゃ見たかった時があって、うん、なんかなんかで使ってた赤テレビ系テレビ好き系のなんか赤みたいなやつをもう一つあってでそれを通じて別にフォローするものがないからあそれ使おうってなってめっちゃフォローしてたのね。で存在を忘れてですんげえ久しぶりになんか開けたのねその赤。そしたら高校生がめっちゃなんかみんなおしゃん系光が好きそうな大学生か社会人になっててもう衝撃でみんなあんなキャピキャピなんか可愛い感じのさ高校生がさめっちゃキモくなっててマジショックでみんなアンフォローしたの。スタモテ箱で光ってあの黒金の髪の YouTuber の YouTuber、ね、いやまあ偏見だけどなんかそんなハイブランドそういう 系そうびっくりした幻滅だねそれは。そう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 いう SNS の使い方もおもろあります、ね、タイム玉手箱好きね。うん私なんかめっちゃもうなんかなんていうのリスナーフォローしないようにしようと思っててなんかキリないからなんかあと差別になっちゃうから、うん、この子はいいけどこの子はしないみたいになっちゃうから優しいリスナーフォローしないようにしようってなんかある時から切り替えたんだけどそんな平等性だったらもうつまんない世界になっちゃうよ。いやだってそういうもんでしょ出役は。いやいやいや全然だよ出役はそういうもんなの私の美学はちゃんと僕も出役の美学じゃん出役の美学はちゃんと振り分けてますよ。いやそうでなんかでもそれを決める前まで決める前まではあの高校生とかもう無論フォローしてたもう高校生大好きなんかえじゃあもうみんな本当にもう触れないことを決断したんだえ今もううわこの子フォローしてって思いまくるけどそのフォローしてくれた人の一覧見てうわフォローばしてって思ってるんだけど高校生に対してでもちょっとやめとくかと思ってえなんか匿名赤とか作ればあーそれでもいいかもしれないね。なんで高校生フォローしたんなんかね知りたいのそのトンマナとか高校生のトンマナとか面白いじゃんなんかあてか若い人のやっぱ好きなんだよ若い人のカルチャーが私はうんうんうんなんか殺菌がそのさホス狂いとか好きなようにパパ活女子とかホス狂いとかみんな好きじゃ んパパ活情報ちょうだい AK 女とかえピカツ情報なんだろう。でも今はねあのリリちゃんっていうカリスマがあのぶち抜いてる。リリ知らないみんなもうみんな知ってるだろう。知らない全然知らない。いただき女子っていう、ね、あそいつか知ってる。そうそう単語を作って。えないないないいただき女子みんなに説明して言うのは何なんだっけ。いただき女子はおじからお金をいただくっていういただき女子のそういう恋をしてる女性をいただき女子っていう。単純に遠行っていうわけじゃないんだよね。えでもまあそうなんあのちょっと私がどこまで言及していいか分かんないけどまあそうじゃない遠行の新しい形まあその性行為があるかどうか。ごめんごめん。いただき女子っていうのは一人それともいただき女子っていうグループというかそういう人たちがいいの。パパ活女子みたいな感じでそれをそういうことをしてるうちらみたいな。
総称、なんで、あ、ピーカツ女子だとなんかちょっとダサいから、いただき女子っていう名称が出てきたってこと？多分その子が提唱し始めたのよ。あ、それは一人いるんだ。そう、その前がリリちゃんっていう子。リリちゃんなんだ、ね。ああ、なるほどね。その子がリリちゃんなんだ。でもやっぱその子が、そう、名前どんどん変わってくよね。そのピーカツって使ってたらもうなんか咎められるから、新しい言葉をどんどん作るみたいな、カウンターカウンターで、ね、そう、なんかこうちゃんと対話していただいてるんだよみたいなことをこうで、それで商材とか売ってんの、感謝の気持ちを忘れずにみたいな、ここからは有料だよとか言って、そう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 、ここから先のステップは有料とか言って、これを買えばもうあなたもいただき女子買ってみたいねみたいな、情報商材買ってみたいよ、ね、それでさっきはどうしてハマってんの？なんか憧れなんだろうね。もうなんか30過ぎてもうないから、もう いやいや、それはねあるよ、全然できると思うよ。いや、私もそうずっと思ってる。さっきってそれ羨ましがって見てるけど、全然やれるよ。もうトライしようと思えばやれる。僕らにも誰にも言わないでやっちゃえば、もうやりたいとかっていうより、なんかすごいジャニーズ見てるみたいな気持ちとすごい一緒。なんか夜の女性見てるの。ああ。なれないけど、うん、なりたくないし、なれないけど、なんかいい、なりたかった何かを得た人みたいな感じで私は見ちゃうから。あ、なんか別にそのものにトライしたいわけじゃないけど、なりたかった気持ちが私の中のどこかにはあるみたいな。そう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 、かけらみたいな。なんか別にアイドル追うけどさ、じゃあバルニーもアイドルなればいいじゃんみたいな言われたら、まあちょっとちゃうんよなみたいな、なんない、なんかそういう、それは違うし、別に羨ましいわけじゃないからな。でもわかる、僕あの職人とかの職人とかが何かを作ってる映像を見てるとそれになる。うん、なんかそんな感じ。なりたいとか、まあ、超あめっちゃいいってなって、でも深く考えると、いや、なりたくはないかもって思いながら。そんな感じ。根底の面がえぐいみたいな。でもすげえなってなっちゃう。でも職人だよこっち。でもみんながさ、キャバ嬢のアカウントとかすごい好きなのってそういうことだよね。そうそうだよね。多分ね。でもなんかやりたくはないが、ちょっと憧れるみたいな。そう、でもなんかやっぱこうなんかフェミニズム論争ではやっぱりそういうのをこうね、あの崇めちゃダメだよみたいな説もこう流れてきつつ、うん、こうモヤモヤした気持ちでやっぱ読むよね、うん、どう振ったらいいんだろうみたいな。てかこの話にすごいパパ活使いになっちゃうけどで SNS じゃなくなってる、ね、使い方逆に3人に聞きたいんだけど、まあ普通に仲いい人とか気になる人だかもしれないけど、なんか何を求めてる？フォローすることによって、情報じゃないかな。違う？そうだけど、うん、もうそれが私は嫌なんだよな。今もうツイッターで情報を得なくていいモードになっちゃったんだよな。なんか、うんうん、じゃあバルニア今どうすんの？先生もうTikTok 一本足みたいな。なわけないだろ。何を見てんだよ。今は、わかんない。市場調査感覚でしかない。会社かよ、お前。うん、もう会社なんだよ、私。株式会社。バルニー株。会社なんだよ。名前変えれば株。でも、なんかそのツイッター結構うんざりしてる中で、だんだんインスタの方にの方が良くなってきて。それ意外だよね。どうしたっていうのが、なんかもういいんだよね。その、なんつうの。前は評論とかいろいろ好きだし、見るの。格言みたいな、そのサブカル格言みたいなとかの読むの好きだったんだけど、なんかちょっと例が思いつかないけど、なんかその左翼が言う格言みたいな、うん、好きだったんだけど、なんか最近それも私考えつくような、なんつうの、そりゃそうでしょってちょっと自分が、まあ、いろいろ見て、あ、なんつうの、ちょっと理解できるようになったんだろうね、いろんな物事を、うんうん、だからそういう格言をつぶやいてる人を見ても、なんていうの、この大きな分布図のここにいる人だなぐらいにしか思わなくなっちゃったわけ。前までは、あ、すごいこんな考え方いいかも、私もこう思ってたみたいな思ってたけど、もう想像の範囲内のことばっかりだな
じゃあある意味成長したみたいな。そう、自分が成長したからだと思う。やっぱね、今日言いたかったんだけど、うんうん、なんかあのお父さんが情報障害にはまっちゃいましたみたいなツイートがバズってたの分かる？あ、今日だ。何、情報障害って何？情報障害。障害って何？情報を売る、さっきのリリちゃんみたいなやつだよ。情報を売る。あれの意識高い、ね、意識高い版、はいはい、こうやればお金が稼げるみたいな。はいはいはい。あったで、そのツイートはなんか高校生がツイートしてんだけど、そのお父さんがもうそのなんか例えば西野さんみたいなね、なんかわかんないけど、結婚オンライン、そうそう、オンラインサロンに入って、もうすごいお父さんはまあなんか情報、何、あの自己啓発本とか読みまくってて、うん、なんかそれで父は変わっちゃいましたみたいな。で、僕の読んでいた小説を捨てられて、その自己啓発本を読めと強要されましたみたいなのがすごいバズってて、うん、でそれでなんかやっぱり自己啓発本は悪だみたいな風潮になってて、文化を殺すなみたいななってて、で結局その高校生のツイートが最後に、これがお父さんが見ていた情報商材ですって言って URL 貼られてて、それがアフィリエイトだったの。みんなバカつられてたわけよ。え、ツイッター全体が。そういう結論だったんだ。そうそうそう。そいつ、もうちょっと言っちゃダメやんけど、天才だね。いや、それで、なんか、だったんだ。へえ。なんか、私、最初からなんかちょっと、なんか文できすぎてはしねえかって思ってたんだけど、高校生にしてはおかしいな。そうそう、オチがそれで、やっぱりもうなんか一個一個に切れんのもちょっとだるいなってちょっと思ってきた。そう、だから、そういう視察する、なんてポリス目線はもういいの。そうそうそう。私にとっても。なんかさ、ハンツ・エンドとかさ、もう。知らん知らん、何それ。え、知らん。あ、麺のやつだ、ラーメン評論家。あの AKB 出身の、ああ、その話ね、うん、の店主がセクハラされたとかパワハラされたって言って、うんうんうん、そのハンツ・エンドという人が、あ、俺がやりましたわらみたいなやって、え、マジで読んでほしい、文章いかれてっから。面白かった。僕基本怒ってる人、僕アンフォローかミュートするよ、うん、あ、そうなんだ。いや、もう面倒い。全くの他人でも、全く知らん人でも、いや、なんか意味あって、でも、あ、意味あって何かが起こって怒るとかだったらいいけど、なんか常に怒ってる人いるじゃん、うん、そういう人別にいらんくない？わかる、うん、フォローしてた人だから本当になんかもう自分が本当に自分のしこう自分が害されたって思わない限り、もうなんかムカつくこといっぱいあるけど、いちいち見てたらキリねえなともちょっと思ったっていうか、うん、いや別に何も生まれないし、それ、うん、そうそう、うん、なんか前まではそれもなんか情報として見てたわけ、全部は。で、有意義だと、こういうふうに怒ってる人がいる、でこういう意見があるみたいなのを全部見ていくのが有意義だと思ってたんだけど、前まではそれは全部想像の生意気だけど、それが結構想像の範囲内のことになってきたなって思って、うん、見るのをやめて、なんかインスタにいる高校生のフィードのトンマナとかを見るのにハマってる、私は。あと、メルカリの出店者のなんかギャルみたいな、ギャルママみたいなやつのアカウント見たりとかして。その枠あるんだ、それ知らんか。あるある、それもなんか、いや自分の買い物ついでね、買い物でなんか昔のその2000年代90年代ぐらいの昔見てたブランドの服を探し掘るついでに、そういうなんか人のなんか、そうギャルママみたいな人のアカウント見ておもろとか言って。あ、でもわかる、メルカリ楽しい、見てるみたいな。スペースキャットさんはどうなんですか？スペキャさんは、スペキャさん、なそうね、いや私まずインスタで4つぐらいアカウントがあって、ツイッターも5個アカウントがあって。変人だよ。インスタどう使い分けてんの？使い分けてる。しかもなんか別に全部表とかじゃなくて、インスタは自分と自分だろ。まずツイッターに紐付けてる自分と、でもう一個は、まあ、今だとあれだけど、その可愛いって思った人だけをフォローしてる、なんか
リオアカのインスタ版みたいな。そのアカめっちゃ気になる。すっごい昔作って、バルニーのことはフォローしてんだけど。あ、それあれか。そう、調査半分のアカウントだろ、調査半分の。調査用の、うん。で、そこで全部、昔付き合ってた人の元カノとか、なんか浮気相手とか、全部そこでフォローしてて。そうそう。で、私もあの依頼頼んだことある。こいつフォローしてって。あの鍵垢だからこいつに申請してって頼んだことある。そう、もうそれはだから自分のアカウント作ってすぐもう一個作って調査用アカウント感じ、そうそうそうでやってるアカウントがあるのと、あとはそのココちゃんをめでるだけの犬赤と、そう戯れるアカウントとみたいな。あ、マイパパダイアリー。そう、あとはお父さんのファッションを載せるみたいなアカウント。あ、更新してないけどね最近。そうで、別にどれもなんかバズりたくてやってるとかじゃなくて、もうなんか淡々と自分のカメラロールをそこに移動する作業みたいな、なんかテンションでやってた、うん、なんかカメラロールを他のクラウドにボンって入れるでもいいんだけど、なんかインスタとかに載っけることによって、今日こうなんかコメントが、自分の中でコメントつけてとか思い入れがちょっと一段上がって、なんかやっぱなんていうの、自分の人生において思い入れのある写真にインスタに載っけることによってなってくっていう感覚が自分にあったからすごい。でもうちらの世代を代表する意見みたいな感じもちょっとあるよね。まあリーコだけだけどそんなことやって、そんな5個も6個も4個6個もそんなことって言った今なんだけど、なんかうちらの世代90年生まれ前後の人のインスタアカウントって、総じて思い出アルバム率めっちゃ高くない、そうで、思い出アルバムとしてまだ続けてんの多分マジで少ないよね。私どう、そうそう、やってる人はそうだよね。うん、そうそうなってる。え、私のもう仲良くない、あんま仲良くないけど昔のクラスメートとかもなんかそういうことやってる人多い。なんかここご飯行きました、ディズニー行きました、ホテル泊まりました、旅行です、毎回一個は絶対載せるみたいな、うん、当たり前に聞こえるけど、 なんていうの、それでもさ、もう高校生とかやんないじゃ なんか。そうやんない。だからどうなんだろう、やってないのかな。やってないよ。それストーリーにやって、フィードはなんかブレた雰囲気写真みたいなやつとか。そう、ある意味リーコが一番素直な使い方してる。そう、普通のいい使い方してると思う。いい使い方してると思う、本当に。なんかツイッターとかも本当にいい使い方してるはず。そうかな。いや、まあリーコの、いや僕リーコのツイッターはすごいいいと思ってる。どのアカウント？すごい素直じゃん。ツイッター自体もすごいいっぱいあるじゃん。あ、ツイッターの5個も。リーコリーコ。あ、じゃあちょうだいちょうだいちょうだい。ちょうだい、一応ちょうだい、気になってると思うから。なんだよ光景。その1個目がそのラジオ屋さんのリーコ、うん、でもともとやってた、だからみんなリーコやね。そう、寝られない日々っていうアカウント鍵垢のリーコ、そう、うん、鍵垢で、これ学校の友達とかフォローしてたリーコ、うん、でそれアカウントが炎上しちゃったせいで1回、ガチ炎上しちゃってガチ炎上、もう言えないぐらいの炎上、そう、言えないぐらいの炎上しちゃって、なんか2ちゃんとかにさらされて、住所を突き止めてやるからなみたいな、死ねみたいな、あかんね、めっちゃ来ちゃって、その代わりに作ったのが薩摩小力士っていう、そう、薩摩さんっていう、もう神垢、もう一番いいやこれ神垢これ3つじゃん。 あとなんだっけ、 あとは裏垢と、あと薩摩も裏垢だろ、だってそう、薩摩も裏垢なんだけど、さらに裏垢、ね、があって、でそのさらに、あ、それとまた別で、その整形とか美容とかにめちゃくちゃこうハマってた時期に、整形してないけど整形できるならって思って、こうやってかんいろいろ見てた時に、キャバ嬢とか、さっきんちゃんが言ってたなんかパパ活女子とかをなんかバーッとフォローするだけのアカウントがもう一個あって、それは情報収集用のアカウントだったけど、なんか 5個ぐらいツイッター、なんだかんだでもリーコ、ね、リーコラジオ屋すげえ楽しんでるよね。あ、楽しんでる、楽しいし ね僕すごい、もうさすがにちょっと慣れてきたけど、なんか最初のすごいなんか親の気持ちになったもん。
え、なんでなんでなんでそれ投稿してくれてるとか。あ、リコが表なんか持って、なんかフォローして楽しんでる。うわみたいな。いいみたいな。この子はなんか閉じ込められてたのに、やっと解放されたみたいな気持ちで見てて。そう、そうだね。楽しい。一番素直にツイートしてくれてるからね。なんか、リコラジオ屋さんのアカウントはほとんどリスナーとか、その、こういう、ポッドキャストを通じて知り合った人たちしか基本フォローして、フォロワーとしていないから、なんか書きたいこととかもそう結構なんだろう、狭まってくるっていうか、なんか結構自分の中ではいい。めっちゃいいね。でも僕も本当もうラジオ屋さんごっこを個人アカとして使っちゃってるけど、本当ラジゴアカめっちゃ欲しくなってきた。え、ああ、つかさのラジオ、うん、なんか、うん、そのね、共通認識の中でツイートできるのめっちゃいいよね。え、そうだから、あ、みんな自分のもう一個の普通の普段やってるアカウントだと、あ、みんなキングオブコント見たかなとかなんか思わないんだけど、なんかラジオ屋さんごっこの方のアカウントだと、なんか自分がフォローしてるのはバルナとかツーちゃんだけだけど、なんかみんな、あ、みんなキングオブコント何見た、なんかどれが一番面白いと思ったんだろうとか、なんかワクワクしながら勝手に見て。めっちゃいい話。楽園じゃん。そう、なんかだからすごいいいの。楽園みたいな。じゃあ、でも誰も、楽しんでんね、誰もリーコには連絡しないけどね、最終的に。うん、そうなんだよ。DM は来たことないです。DM の使い方っていうのを書いてあるよね、今日のお題の中にね。ね、まあエロ DM でしょ。まあ司のね、独壇場ですよね。うん、いや、エロ DM さ、最初の方めっちゃ批判されたけど、エロ DM 主流化してるし、エロ DM 普通になってね。うーん、え、みんな知ってるエロ DM 最近。まあ、新しいリスナーにちょっと一瞬説明するとしたら、エロ DM っていうのはエロっていう言葉が入ってるからちょっと誤解を招くんだけど、単純に異性とか関係なくすごい興味持ってる人とか仲良くなりたいっていう人にいきなり突って DM するっていうのをエロ DM と呼んでんのね。で、うん、僕がめちゃくちゃやってて、で最初のすんごい前からやってるから、最初の方はマジ何みたいなのだったけど、僕の中ではだんだんと普及されている気がするんだけど、別になの。やってる？二人。やんないよね。うん。だから、やんない。僕だけか。その、勇気出して、昔その、誰だっけ、ダニエル・タロウ。ダニエル・タロウと、もうやって、もう。テニス選手ね。でも来ない逆に。まあ、リーコは別として。バルニー来るっしょ。あ、でも、そう、どうなん？来る。え、でもまあただのあのリスナーのっていうかファンのあれでしょ、 DM でしょ、それは来るよ、うんうん、それは来る。まあファンだからちょっとまた概念違うよね。来るよ。だけど普通になんか質問みたいな、最近聞いてるラジオなんですかみたいな、面白かったやつなんですかとか、そういうなんかやつが来る。でもどうだろう、僕バレニーが知らない人でファンだったら相当ラスボスだな。どうしたらフェアになんか返信してくれるかなってすごい考えちゃうわ。でもさ、まずさ、あのストーリーに100とかスタンプ送るっしょ。いや、でもバレにそれ聞かないと思うの。うん、私は聞かないけど。でも、うん、みんなそれはそれもやんない？芸能人とかにはやんない。うん、最近やんないね。やんないんだ。なんか心込めて、相当どうでもいいけどちょっと気になる人だったらやるけど、本当に仲良くなる人だったらそういうことはやんないの。これエロ DM 講座ね。え、本当に仲良くなりたい人にはやんないの？やるべきではないと思う。だからやらない。あの、めっちゃ失礼なこと言ってんの。今までエロ DM 来てきた人に調子で。確かに。めっちゃ悲しいじゃん。すんごい。え、だってしょうもないリアクションじゃん、そんなん100って。え、いやいやいや、だってそれを10個積み重ねて。っていう話の。どうしたどうした。違う違う、私は違う、そういう距離感 なの。なんかあ、そのさ、前ゲストに出てくれたさ、マー君にさ、うん、とさ、なんか DM じゃなくて LINE のグループ作ってくれたじゃん、つーちゃんが、うんうんうん、でさ、なんか私がさ、微妙にそんなさ近しくない人のようなさリアクションとかさしてたらさ、うん、なんかあの
そんなんじゃ仲良くなれないよみたいなことなんか言われた記憶があるのね。なんかえ、つーちゃんに、うん、つーちゃんにかな、そうだと思う。なんか、うん、いや、そんなずっとそうだね。そう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 。でもさ、なんか私はそんなさ1週間とか2週間とかってさ、そのあって、うん、そんなさグイ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 と行く性格じゃないのよ。まずタメ口すら使いたくないの、そういう段階で。No. まあマー君とか本当に作品とかすごいし、なんかマジ好きだけど、なんか失礼だと思って、なんかしばらく置いて、だから3年後とかにまた会ってもいいなって私は思うわけ。No. はいはいはい。そう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 。まあ立派な自分になったら、なんか一緒に仕事できたらいいなとかも思うし。けどなんかそうそうそう、だから別に1個100を送ることは別にいいと思うの、私は10個ぐらい送ればゆっくりあーそういうことね、そういうことだから、そういうスピードでなんか近づけばいいと思うの。え、でも逆の、別にそれが正しいとは思うんだけど、逆の視点で別になら100を送んなくていい説もあるじゃん。そんな、あーマジで仲良くなったんだよね、何も中身がない100を。うーん、まあでもそばにいるよって、ここにいますってやつじゃない。めっちゃちょっと待って、キモい。え、そうだよ、めっちゃ攻めたら承認欲求でしかないじゃん。私いるよみたいな。うん、いや、もう、青山テルマじゃん、そばにいるよ。そう、あれ、青山テルマ。だけど、私はめっちゃ違和感ないの、その行動。あ、うん、でも、そういう、わかるんだけど、なんか、全然関係性変えて、なんか、自分と男でそれ想像したら、すげえ虎視眈々とこいつ狙ってたんやろなって思って、キモい。確かに何回も私になんかスタンプとかしか送ってこなくて、なんかあ SNS だけでつながってるやつぐらいな感覚だったのに、ある日突然ご飯でもどうですかみたいな、なんかちょっと詰め寄って3年後とかに来られたら、ずっとこいつ前からこうやって虎視眈々と狙ってたんだ、これもこれもこれもみたいな気持ちになって、おもろい。それは、いやでもそういうテンションでやってた、めっちゃ。なんかそんな興味ないけど、いるなこの人みたいな、で軽くリアクションみたいな感じ。あ、じゃあ、え、じゃあつーちゃんこそ青山テルマってこと？あ、でも僕は青山テルマ。でもそのなんつーの、見上げてる人、あの尊敬してる人が敬意して敬意だから、めっちゃ失礼なんだけど、めっちゃ敬意ある人とかには絶対やらな、やってないと思う。やばいネタバレしてる、ね、それやばいよ、本当やばいネタバレしてる。今まで来た人がかわいそう。うん、確かに。いやでもお互い知らない人だから、そんなまあまあ敬意持つべきかもしれないけど、うん、そんなもん他人、そうそう、ね、他人同士の関係性でそんな敬意とか、別に失礼なこともしてないから、僕の中での敬意ね、うん、僕の中に本当になんか、例えばマー君とかリスペクトしてるんだったら、きっとリアクションじゃなくてなんかちゃんとメッセージ送ってるよ。なるほどね。いつも、うん、いつも作品見てます、すごい素敵だと思ってますみたいなこと。それは誠実ね。あ、今見つけた、今見つけた、さっきからスクロールしてたの。嘘。5月7日2020年、いきなりリアクションすいませんが、何言ってんの、いきなりリアクションすいませんが、中途半端では絶対ないです、何者でもないですが、何でもできて本当にすごいなとよく思いながら見てます。え、それファーストコンタクト、遠くから応援してます、絵文字。これ一例ね、だから、うん、ちゃんと送ってね。なるほどね。でもこれは正直僕がどうかよりかは、マー君が素晴らしい人だから仲良くなれたっていうのもあると思う、うんうんうん、すんごいその後ちゃんとしたメッセージを返信してくれてるから、うん、いやでも LDM はすごい素敵だと思うけどね。うん、いま、ね、だに反対派か。うん、いや全然反対じゃないんだけど、なんか正直そこまで孤独じゃないんよね、なんか。ああ孤独感ない、まあ、それは言われたらね。だからなんかこれで何通も発生して何通もやるかってなっちゃうわけよ。いやな、そもそもあれだよ、あのまあそれもあるし、かつなんか別に、うん、作品いいって思ってるから仲良くなりたいっていうのは別っていう。あ、そうそう、それもそう。そう、そこにもでかいと思う。うん。なんかよくその仲いい人とクリエーションしたらすごいいいもの生まれるみたいな感じもあるじゃん。なんていうのかな。仲いいクルーの方がいい曲できるみたいな。うん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 。そうじゃなければなんかビジネス的な突発的なコラボレーションになるみたいな。うん。
のもあるじゃん、うんうんうん、でもなんか私はその人に単純に見合うようになるまで連絡したくないというか、うん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 、仲良くなってから仲良くならないとコラボレーションできないっていうのはちょっとなんか、いやまあでもそんなガチレスされたらごもっともだよ。うん、でも私めっちゃわかる、その感覚でアーティストとか見ちゃう、なんか、うん、なんか自分の素人目線だけど、なんかなんでこのアーティストに対してこの人がなんか例えばなんかアートワーク提供してんのとか、なんかそこの差、いろんなコラボレーションの中でも、もう一回理解できなかった、このアーティストに対してこの例えばなんかなんだろう、この人がアートワーク提供してんのとか楽曲提供してんのとか、なんかたまに会ったりとかして、なんかそこでなんか突発的なコラボレーションって感じがしないと、なんかあ本当に人付き合いで友情でコラボ生まれた、うん、友情でやってるなと思って、なんか結構冷めちゃうんだよね、それ。え、友情だと冷めんの？そっちがむしろ冷めんだ、すごい、ね、あ友情で、いやなんかあいいなとは思うんだけど、なんかなんだろう、どっちかの方が認知度が高かったりとか、あんまりその私ぐらいなんかなんだろう、そこまで詳しくない人から見たときに、こっちの方がすごい、例えばこっちのアートワーク提供した人の方がすごい有名とか、なんかそういうのになってくると、なんかなんでっていう疑問がハテナで生まれちゃって、でめっちゃ意外とか理解できん、だって友達じゃん、本当、そうだから友達なんだってなっちゃって、じゃあこの人友達とかじゃなかったら、なんか どういう人に頼むんだろうとか、いやいや、なんか友達だからする、いやいや、そういや分かるよ、だからなんかなんだろうな、なんか分かる、すごい分かる、なんかリーコの方がすごくあのかなり表公でオフィシャルで、なんか企業とかを想定してるイメージはある、なんか、あ そ, う、ね、それだったらそう思うかも、なんかコネでしょっていうのをよく思うから、そう企業の広告とかに、例えばカメラマンとかミュージシャンとか起用されてて、なんでこいつなん山ほどいるだろうとかって思う。あ、そう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 、うん、だけどなんかもうちょっとアンダーグラウンドになると、なんかラッパーとかになると普通に友情、うん、まあそれは素敵だなとは思うけど、うん、そう思うけどそうって感じだよね、うん、わかるな雑誌の表紙とかカメラマンとか、うん、結構なんかやっぱつながりとかあるじゃん、うん、そうなんだよね、コラボとかそんな目で見ない、なんかまあでも仕事でもなんか結構芸能ってそういう人のつながりみたいなところかなみたいなのもちょっと思っちゃう、芸能めっちゃそうだよね、ね、いやもうほんとそう、ほとんどね、めっちゃそうだよね、だからなんか、まあ、そこに友達になれたことさえも実力なんかなみたいなちょっと思っちゃうけど、うん、なんか僕もそう思っちゃう、なんか大前提であるからそんな意識しないかも、でもやっぱ枠目線でいくとさ、かなり、いやそう、かなりクリエーション下げてるなって思っちゃうかも、つまりラジオのさパーソナリティとかさ、えこいつかいみたいなことがあるわけでしょ、その偉い人の友達のがいる、うん、友達が社長の事務所の新人アーティストとかがその枠やるから、ジェームギャルズじゃん、いやどうかもしれんけどどうかもしれんけど、ね、これ定番のギャグなの、いや、今生まれた、初めてやった、綺麗な流れがもうできてたけど毎回やってんいやまあでもそれはそう、利用者立場だけど、確かに利用者立場だわ自分で収めたいやでもまず単純になんかそういうのって発まんねみたいな、いやでも面白かったやんズームギャルズのやつは、めちゃめちゃ、いや面白くないとは言ってないよ、いい放送だったから誇りに思ってるけど、私はね、あ逆を言うとそういう、あこいつ枠やんって思ってる人たちがいるってことね、えめっちゃいるってこと、つまりなんかそんなんばっかじゃんって思っちゃう、いやだからそんなんばっかだからしょうがない世界じゃんと思っちゃうの、逆に、うん、いやでもだからリーコの思うその何やこれみたいな、友情友達だからじゃんみたいなことも、そうそうそう、だから逆にそうなっちゃうから、あそういう視点もあるんだって思って聞いてた、うんうん、まあそれが全部悪いわけではないけど、全然、いやもちろんもちろん、私は結構悪いと思うそれ
いやいや、お前が言うな。最初と入り口と出口でさ、結構変わってない？いやいやいや、悪いと思う。あれ確かに入り口と出口で意見変わったな。こういうこともあんだ。こういうこともあんだじゃねえよ、ちゃんとして。マジで。そりゃやるやろ、みんな。そんな機会があれば。まあね。あれ聞きたかったんだよ、僕。ちょっと話があるけど、あの、著名人とか文化、カルチャーっぽい人で、この人の SNS いいみたいな。いい SNS。いい SNS。あと、まあ、名前出せないかもしれないけど、まあ、名前出さなければ理由で、この人ダメみたいな。まあ、ちょっと今、活動休止は、まあ、ちゃんと休止ですって言ってるわけじゃないけど、ちょっと休んでる。休んでるけど、当時の SNS は普通に、僕には刺さんないけど、いいファンに向けてはいい SNS だったんだなって思う。うん、思う、めっちゃいい。なんかいつも私はじゃなくて私たちがみたいな感じで喋ってて、そう、 B なのよ、主語がね、そう俺たちで、ファンのことも一緒に俺たちみたいな。あ、ダメだ、これまた怒られちゃうじゃん。え、あ、本当だ、発言してないのに、いつかこの回するから待っててください、うん、求めてる人は言及を。あのね、リルソフトテニスの SNS とか結構なんか頑張ってて私は好きなんだけど、リルソフトテニスっていうミュージシャンね、あの若いのよ、なんか具体的には知らないけど21歳ぐらいだと思うんだけど、なんかその自分がシーンの前に立ってる自覚みたいなのがめっちゃある、若いけど。へー、珍しいね。珍しい、本当に。で、意識してやってる感じする。なんか元からそういう子っていうわけじゃなくて、ちょっとこういうことを言ってみましたみたいな感じはするんだけど、なんかみんなもうちょっと自分のことに集中した方がいいと思うって書いてて、この間なんかいいなと思って、なんかめっちゃ時代、今の時代っぽいね。うん、そうなんか結構そういうのを意識して書ける人っていない。まあそれはさ、年齢の問題じゃないかもしれないけど、そこまで客観視しない人が多い中、うん、いいなと思ったりする。バルニーは僕ツイッターとインスタでもう評価がもう正反対だね。インスタ0点、ツイッター100点。インスタ1、ツイッター100みたいな。クソワロなんだけど。なんかの理解できるの、全然。インスタをに取り組んでいないということ。うん。インスタに問題があることは分かってるんだ。あ、でもクローズフレンズ100ね。あれはいいよね。あれ面白い。え、さっき思わない、クローズフレンズ、バルニーのクローズフレンズ情報神じゃない？え、すごい、もう裏垢じゃんっていう。やばそうだけど。ただなんか情報っていうより、とりあえずあの全てにブチ切れている初期バルニーがそこにある。あ、そう、そのなんか唯一、このいろんなコンテンツを発しているバルニーの中で唯一まだ残っているバルニーの楽園であって、唯一この本性のバルニーが見えるのが人間らしさ、僕の中ですごい嬉しくて、なんかいいみたいな、感情を出してるみたいな。さっきんとかびっくりしてたよ、こんな実名書くとか言って、あれ始めた時。あ、裏をかぶってしても、その実名っていうのも別に有名なラッパーをディスとかじゃなくて、普通に大学の頃の嫌いな女の名前を、あいつもクソだし、あいつもクソだったし、あいつもクソだったし、あいつもクソだったって、なんか結構、しかもなんか3、4人、5人ぐらい挙げてて、よく覚えてるな、嫌いな女の名前。逆に。しかもさ、もう10年ぐらい会ってないやつなのにね。そう。やばいね、それでめっちゃ驚いた。あれ、うん、驚かれたから、それに驚いた、うん、覚えてるだろうと思って。いまだに嫌い。そんな大学生の時嫌いだったやつの名前なんてそんな覚えてる？覚えてる。呪いが深いのだ、うん、笑った。そう、まあ、確かあれだけ唯一人間らしいところだね、うん、言えてるわ。なんかね、そうね、インスタはなんかその優先順位低いわけ、私的には。なんか、うん、そこにマンパワー割くんだったらちょっと別のことしようかなみたいな、寝ようみたいな。あ、いや、まあ全然、ね、あの
時間を使うべきだとは思わない。うん、いやでもあった方がいい、あった方がいい。いやまあでも24時間しかない中あんなやんなくていいよ。いやそうそうそうかもしれない。と思う。そうね、でもう一瞬今考えてすごいちょっと抽象的かもしれないけど、当たり前だけど自分が考えていること、自分がに起きたこと、自分が思ったことを具体的に説明して面白いなって思える赤が好き。で具体例が鈴木哲夫ゲストとして出てくれた鈴木哲夫さんと平野雅子ちゃん、うん、どっち、インスタ、ツイッター、両方、ツイッター、ツイッター、ツイッター、うん、あ、これはバイアスかかってるけど鈴木さんのインスタの質問箱はめっちゃいい。あー、いいよね。でもこれはバイアスかかってると思う。すごいちょっと性格悪いよね。あー、そう、優しくないよね、質問してくれてる人に。性格悪い質問、質問箱は性格悪い方が得すると思う、カルチャーの人。本当？私めっちゃ木村太一さん、映像の、あー、わかる、MV 撮ってる人の木村太一さんっていう、言葉きついよね、あの人ね。めっちゃおもろいの。なんかこれがそうであるべきだなとか、最初の方なんかちょっと、まあ、会ってからっていうのもあるかもしれないんだけど、なんか最終的にこれが正論だなとか思っちゃう。なんか僕勉強してて、専門学校行くべきだと思うんですけど、どう思いますかみたいな。行きたければ行けばいいじゃんみたいな、うんうん、常に切れてんの。もっときつい言葉で言うの。でも冷静に考えると本当そうなのよ。でも正論言ってる、正論言ってる。いやそうなの。だから正論を普通に言ってんだけど、切れ気味だから人によってはなんかはみたいな思ってるかもしれないんだけど。なんかさ、質問箱でさ常に切れてる人結構いるよね。だから鈴木さんも、鈴木さんは木村さんほど切れてないけど、切れ気味で答えてて、切れ気味とかめっちゃ正論、本当に思ってることを言ってるだけなんだけど、めっちゃいいなって思っちゃう。うん、ってんのか。たまに岡本とかもそうじゃん。そう、たまに岡本玲二君も切れてる、切れながら返信してるよ、なんか。あ、そうなんだ。は、意味がわからないみたいな。いや、いいいい。いや、やっぱなんか本音を聞きたいんだろうね、僕は。おもろいよね。本音か、本音ね。クローズフレンズだから表に出したらバズるよ。いや、バズるけどめっちゃ嫌われるよ、あんな。でもな、うわ、出したいよ、あの歌詞解説とか。勝手に盛り上がった歌詞解説。ね、裏か、バレにって言わないで表でやる。ああ、それを思った。別に匿名の別の赤作ってそこに書こうかなみたいな。あ、そう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 。そしたらなんかいろいろストレス解消できそうだしね。なんかよくない。うん、いい。なんかそうそう、フォローもしないでね。そしたらさ、もうそのアカウントにしか いなくなっちゃうよ。そう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 よ。なんかさ、アーティストの赤でさ、なんかフォローゼロの人って結構いいんじゃん。あ、それ話してよ、もっと。さっきなんか言ってたけど。そう、なんかさ、同じさフォローゼロでもさ、田島春子さんとさ、大門弥生さんのフォローゼロ全然違って、なんか面白いなって。あ、裏の意味を。そう、私の思う人、フォローゼロの人って、その2人思いついたんだけど、全然違う。フォローゼロの人誰だろう。なっちんしょう、なつよっちんしょう。はい。誰も分かってくれるかなこれ。っていう人がいるんですけど、ゼロ。バルニはゼロにしたくないの？いや、したい気持ちすごい分かる。その田島さんがしたゼロにしたときに、いろんな人のいろんな感情がいっぱいそこに転がってるのが気持ち悪いって、なんか書いようなことを意訳ね書いてて、そんなたくさんの自我があって不気味で耐えられないっていうようなことを書いてて、でゼロにしたって書いてて、すごく気持ちが分かるんだよね。ならエッセンスやめればいいじゃん。うん、リンコも思った、うん。まあ、でも自分は書きたいんだろうね。あー、うん、なるほどね。わがままですね。うん、いや、まあ、なんかいろんな意見があるから面白いけどね、ちょっと。うん、そう思えるのが健康だよね。なんかツイッターってもう私的になんかさ、学校みたいなイメージだからさ。ああね。なんか、いろんな生徒がいます。そう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 。考え方が。そう、いろんな生徒がなんかこうグループ作って、いろんな話をなんか一人だけ覗き聞いてるようなイメージだから。健やかに見れてるよ、それはきっと。あ、そうかな。うん。
なんかツイッターにいる人自体がもう偏ってるなって思うし、まあその中にもいろんなグループがいるんだけど、偏ってるし、俺俺俺俺っていう感じの人がたくさんつぶやいてるって思うと、やっぱり体調悪い時はちょっとうってなる、それ見ると。うん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 。うん、だからそういう時になんかフォローゼロにしたい、した田島さんの気持ちがちょっとわかるというか。うん、うん、でもなんかちょっとわかるよね。その結構バルニにも言ってたけどさ、こんなにさ素晴らしい漫画を描いてる人がさめっちゃいてさ、インスタントにさ一回バズって終わっていくってなんかちょっと怖くなる時もあるよね。あ、うん、なんかこんなに面白いものをただで消費させて読ませてもらい、でもすぐ忘れちゃう自分にも怖いし世の中も怖いし、で私もそういうこう映像作ったりしてるから、それとかもなんか一生懸命作って忘れみたいな、なんかこれいいんかなみたいな、1いいねしてることがそれに加担してるみたいなね、そのファストさんに加担してる。あ、ファスト消費問題ね。そう、それは結構思ったりするよね、ツイッターでこんな流れが早いと。そうね、そうだよ。あ、うん、そっか、よくないなとか言って、うん、見てるんだよね、よくないなっつうか。そうね、確かにいいねしてスクショし、ちょっとあ後で使うかもと思ってスクショしてみたいな、うん、終わりだな。そうそう、ピンテレストに入れてピンテレスト、でもファストだからこそこう誰にでもチャンスが生まれてるっていうのも事実だけどね。あ、確かに、うん、漫画家とか確かにそう。ファーストじゃなかったら、じゃあお前まず、なんか何年アシスタントやれみたいなのとか、なんかいろいろ。だから僕、SNS やってない人、ほんとリスペクトしてる。わかる。あの、問答無用で好きになっちゃうんだよね、SNS。いや、僕だから、ほんと、ここ1年、2年、めっちゃ変わったもん。いる？全然いるいるいる。いる。時いる。いるいる。あれ、この人いい人だな、なんかいいっつうか、その素晴らしい人だなって思ってたら、本当に、あの聞いたら、なんか SNS やってなかったっていうのはよくある。さっきんさんがちょっと離脱してしまいました。え、それってどういう場面で会う人？学校とか？つい最近だと、マジたまたまインターンしてたところで、見学行かせてもらって、今あの立ててるところ、うーん、でその接種さんと話す機会になって、あの外国人なんだけど、あのイギリス人で普通に話してて、なんか、まあ、その具体的に説明しないけど、すごい考え方とかがすごい素敵だなって思ったし、知識が多いなこの人って思ってたら、 SNS してなくて、ああなんか、まあ後からだけど、ああやっぱなんか感じたなって思ったら SNS してなかったとか、あとなんか18で専門学校で SNS してない子とか2人ぐらいいて、お前ら偉いみたいな、そんな18なのに、いやほんとインスタないみたいな、インスタない18やばいね。あ、でもうちの妹もないわ、ほぼ多分ない、多分ない。だから僕、うん、月1で思うもん。行動には100、きっと 99% 映さないんだけど、やめた方が絶対これいいんだろうなって思うもん。うん、で、好きな建築家とか、ほぼやってないもん。ね、マジ、しょうもない、しょうもないけど、今の発言は。いや、でもわかる。そうだよ。いや、本当に偉大な人はやらない。うん。うん、めっちゃもう。音楽とかちょっと違う、ファッションとかカルチャーとかがちょっと違うからあれだけど、そうだね。いや、音楽もみんなオフィシャルやってるよ、あのスタッフがやってるよ。あ、スタッフがやってる。あ、偉大な人は。いや、そうだから、もう SNS はおすすめできない。うん、やんなくてもみんなやめるべき。そう、やんなくてもいい、ね、自分でも思う。でも続けちゃう、でもやっちゃう。うん、なんだマジで。いや、全然いらないんだよな、本当に。いや、本当、うん、本当やるべきではないこれは。でも世界が広がるんだよなっていう思っちゃうんだよな、実際広がるし。
実際広がるし、服とか全然 SNS で見たやつ買うし、なんか。それ別にいらんやろ。まあ、いらないけどさ、まあ、ゼロに打つのは難しいじゃん。もう無理だな、私の性格的に。もう小学校の時から。切れてんのいいね。え？吹っ切れてんのいいね。うん、だってもう性格的に踏みコミュニティにずっと小学校の時からいて、自分で適当にホームページ作ってバナー交換とかしてみたいな、もうなんかネット上でリアルでもなんか架空の架空っていうかネット上の人物とかでももうなんかやり取りして情報をもらってみたいな、なんかもうそれが小学校の時から染みついちゃってて、うん、私もそうだわ。もう切れないわ。てかリーコとすごく仲良くなったのも結局なんかそういう交流あったからじゃない、やっぱ 裏、うんうん、裏垢。いやそうそう、裏垢リアタイを作って、だから裏垢みたいなリアタイ上でいかに下品なことを書いてるかみたいな、そういうのもあったと思う。その URL を教え合って仲良くなったみたいなもんだったからさ。そういやそうなんだよな、やめろとか言いながら僕バルニーとリーコ以外ほとんどの人間関係元をたどり着いたらネットのおかげだ、ネット通じて知り合った人だからな。うん、つーちゃんなんてまさにそうじゃん、ネットの申し子じゃん。いやそうなのよ、そうなのよ。でもまあその当時は必要だったかもしれないけど今は絶対いらないのよ、この今の自分には。もう満たされてるからじゃないの、やりたいことも見つかって。いやでもやってんのよ、それが問題なのよ。助けて。なんでなんで困ってんの？時間の無駄だからってこと？いやうん、単純に。ああ、なるほどね。あとは違う、もっといやもっと複雑かも。もっと複雑。絶対やるべきではない、やるべきではないとか、やる意味がないと思う自分がいつつも週1とか月3とかに。やってたことによって客観的にやっててよかったと言えることを見つけちゃうのよ。例えば、例えばめっちゃしょうもないんだけど、先週ハイキング行ったのね、うん、すんごいいい体験だったの。なんか今回 のウィークリーコンテンツって言おうとしてた人がいるんだけど、なんかなんていうんだっけ、うん、植物、まあ、料理研究家みたいな人がなんか数人いたり、なんかすごいいいイベントだったので、僕そういったなんかもうちょっとなんか自然とかを見たり理解したいなみたいな気持ちがちょっとあるから、なんかそういうすごいちょうどよくて、メンツもイベントもすごいよくてすごい良かったの。それって完全にインスタのおかげで知って、すごいファストの中で、ファストの情報の中で見つけて、スローというかすごいリアルなもの体験にたどり着いたのね。だからすごい僕の中で不思議なインプットとアウトプットがすごい意外で、まあ、さっきの話も入り口と出口が違くて、ストーリーで見つけたのにめっちゃなんかいい体験したっていうのがあって、それそういうことを体験しちゃうと、経験しちゃうと、なんかあやっぱなんかインスタのおかげでこんなこと見つけたしいいなってか思っちゃうのね。めっちゃいいね、めっちゃいい。でもみたいな。でもなんかインスタだけにしたらどうなん？インスタだけ、うん、インスタだけの方がまだ上品な感じするよね、ちょっと、ね、そうなんだ、そうなんだ。2人、僕全然違うよ。僕めっちゃツイッターコントロールしてるから、僕ツイッターめっちゃ上品だよ。まあ、何も入ってこない、そういう下品な、なんか口汚いとか、なんかすごい全然なんか悪口多いけど、インスタはなんか普通にポジティブばっか、私のは、うん、悪口っていうなんかオタク乗りが横行してる、ツイッターの方が。あ、そうそう、なんかそういう毒々しいものでさえも笑みたいな、なんか笑いみたいな、で処理されることも多々。面白いな、なんか全然違う世界見てんだろうね。全然違うかも、うん、インスタはなんか私にとってはそれがあるから今までは退屈だったわけ。ツイッターはオタク乗り、悪口、喧嘩、いろいろあったから刺激で、インスタはつまらないだったんだけどっていう。No. 最近はもう刺激がしんどいんだ。そうそう、刺激がしんどいし、なんか刺激が無駄に感じるし、だって結局リア友に会えばさ、なんか教えてくれるし、そういう問題なんかこの人炎上したよねみたいなさ、No. 別にみんな知ってるからさ、なんか
しかも別にさそんな早く知る必要ないじゃん。結局なんかテレビそうなんだよね。それなんだよな。翌日翌々日ぐらいになればテレビに流れてて、それは職場行けばテレビついてて、あこの人炎上したんだとか言って見ちょっと試していい見ることになるから。ん試すちょっとやめるやめるか2週間やめる2週間タイムラインとか見ないみたいな。やばい。もうディアクティベートする。あの消さないけど、あの非表示する。あれできるじゃん。なんか消さないけど消してある。うん、裏側にやっとくやつね。うん、ああ。2週間やらせて。やるか。いやでも本当にそれできたらマジですごい。私絶対できない。やってみる。できる自信ないよ。でもなんかおもろいなって思って今言ってみた。借金はできないのはさ、もう息吸うようにさ見てるから、日常というか仕事の合間に。中毒だよね本当に。いや中毒、そう中毒って僕あの大麻吸ってる自分が感じれんの。あ今吸ってるみたいな。で絶対トイレ行くときに絶対携帯必要ないのに一旦遠回りして携帯取って持ってって意味わかんないけどやって、でやってる中で自分に意味わかんないやってることって思いながらやってるから。わかる。しかも何も別にメール返すとかでもないからね。なんかいやそうなの、その瞬間その間にその間それを全部蓄積して蓄積したら1ヶ月で僕一冊本を読めると思う。わかる。だからそれを考えるとマジで僕気が狂うから今これを言ってんだよ、うん、そうマジで。あの久しぶりに本読んだ時のあのちゃんとした文章の成り立ちになんかもうマジで感動するときあるもん。なんかあの本当にツイッターでクソみたいな本当に半分の吐き溜めみたいなのばっか読んでるからさ、ちゃんとあ多分この文章って考えられてこんな教文作られて多分編集者とかがいて当たり前だろなんか人の手が入ってるすごいみたいななんか思うときあるもんね。その映像さ関係の仕事してんじゃん。映像作ってるさ間にさ、うん、あの違うさ、うん、あのディスプレイにさツイッター映ってるみたいな常に あ,、うん、あるある。てか私さ2面で仕事やってんだけど、なんかもう無意識に2面ともツイッター開いてる時あるからねあれでも本当、いやもうその気持ちは僕殺菌に超近いかもそういう感じになるよね。うん、いやめっちゃかい。通知絶対来てないって思って来てないし、携帯、まあ、時と場合によって通知消してるけど、ついてるのにデスクトップ で通知来てないのにデスクトップで2回確かめることとかあるし、意味わかんないしみたいな。確かにデスクトップで開いてるのにスマホも持ってるって、それもツイッターの時あるわ。そうそうでしょみたいな。麻痺だわ麻痺。いやだからほんイカれてんのよ。あのいやイカれてるの、イカれてる。もういやでもそういうドキュメンタリーやるしね、僕まだ見てないけど。SNS ってやつじゃない。ソーシャルジレンマが映画。ああ、見た。そう、リリコが見たやつ。見たんだ。よかったよ。でもやめれない。でもやめれないわ。特に何も感じ取ってないだろ。いや、感じ取ったよ。あ、やべえなって。アホだ。けど。いやでも結局なんか私が見てる内容なんてそんななんかあれだしなみたいなとか思って。いやない、見てないけど、内容の問題よりかこれがどれだけアディクティブなのかっていう話なんじゃないのあれ。あそうそう、でそれそんなの知ってたしなみたいないやいや何も刺さってないやん、知ってたしいやいや、で改めてあこんだけ今問題になってんだとはなったけど、うん、なんか、うん、まあ、でもちょっと楽しい。マジで試す。マジでこれ今終わったら消す。あの、消すっつうか。マジ？いや、マジ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 。うわ、私もやろっかな。ちょっと待って。ちょっと、あの、永遠じゃなくていいから、次の収録までとかでもよくない？チャンスな気がする。チャンス、チャンス。何かしら告知はしないといけない場合があるから。いや、そうなのよ。僕もラジオのインスタとツイッターの告知はやりたいのよ。じゃあ、でもさ、告知だけしてるアカウントのうざさったらないよ。ね、うん、わかる。いやそうなの、僕だから僕パーソナルアカやめたくなってきた、全部消したくなってきた。もうラジオの話しかしてない、うん、やっぱさ、だってバルニーのさフォローしてるとかさ、なんかラジオ屋さんごっこもそうだけど、やっぱその配信予定なんて知ってっからさ、
多分コアリスナーとかだったら、そう、ね、うんうん、何を思ってるかとかを知りたくてフォローしてると思うから。いや、そうなのよ、そうなのよ、ね、難しいね。じゃあやっぱりあの書き出しとく、これツイートしよっかなっていうことは一旦書いといて、まあ僕全然成り立たなかったけど一旦考えたのが週に1回このスロットだけ見るみたいな。あ、そう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 、そうやつで、バルニが言ってる通り予約ツイートめっちゃやって、そう予約ツイート、僕びっくりしたもん、これちょっと話するけどめっちゃキモいよな、ね、自分キモすぎって思って。なんか僕が追消ししたやつなんだったっけ、タマリンのやつ、タマリンっていう人の MV、 高円寺のあのタマリンさん関係なく聞いてくれてたら あれだけど、マジあれは彼は関係なく僕がちょっとしくってちょっと病んでる高円寺みたいな曲、そう言い方、まあいい、言う、言うわ、なんかリス高円寺の人みんなリスカやってるみたいな歌詞で、めっちゃおもろい、めっちゃいい曲なので、めっちゃ好き私は、マジでいい曲だねみたいな、3人でラジゴで盛り上がって、ならこれあのまあ理由があって、ラジゴのあの赤でまあ察してくれると思うけど、聞いてくれる人はあのツイートしたの、何だっけ、高円寺の人って本当リスカーしてんだみたいな、意味わかんない、それで、友達、高円寺に住んでる友達の見方変わるわって書いたわけよ。ああ、それだ、それだ。で、それは良くないんじゃないっていう話。そうそうそう、で、リーコが僕もなんかその1時間後見て、珍しく私が言ったんよ。1時間後に見て、僕もこれなんかいい言葉ではないなって、ちょっと違和感持って、で、リーコも言ってくれて、あ、これはダメだったって消して。たんだけど、これ何の話してたの？で、それで、でそうだ。で、バルニーが、バルニーが、これは多分私ツイートをする予定だからみたいな、なんかボソって言ったの。うん、はあ、みたいな。で、気づいたら、まあ、理解したんだけど、こいつなんかその1時間ぐらい前に予約ツイートでこの、そのツイートすることを、なんか、予約。そう、びっくりしたんだけど。何こいつ？マジ会社じゃん。何をすればいいじゃんみたいな。そうなのよ、あのただ YouTube 見てあこれいいなって思ったやつも予約ツイートする。え、なんで予約なの、なんでその場じゃないの。いや、それはまあちょっと言いづらいけど、普通にテレワークしてる時間だからよ。テレワークしてる時間だから、テレワークが終わった時間に予約ツイートするのよ。うわ、めっちゃ真面目な会社員なんだけど。そうそう、なるほどね。やっと理解した。そう、でもあのルールであのラジオ関連のこと、そのなるほど、別に時間内にやってもいい。なんかもっと自分の内省的な理由で予約っていう判断になってたと思って、いこいつやべえなって思って、こう文章を送る前に一個踏みとどまるためとかじゃないんだ。いや、それはそういう理由とか。それは違う、それはだったら忘れちゃうから、つまり忘れてもいいためにやる。え、でも逆に変だけど、逆にがっかり、もっとなんかやばい理由があったと思う。いやでもこの今回だけじゃなくて、テレワークのことだけじゃなくて、普通にコアタイム、その9時とか8時とかになるようには宣伝じゃなくてもする。宣伝じゃない日常ツイートでもコアタイムに来るようにツイートしたりする。どうして読まれるように、読まれるように、あの人間じゃないじゃん、みんなもあれアンフォローして、あれ人間じゃない。バルニーの赤、私人間じゃないのよ。なんかちょっとやっぱ変なん、なんかなんていうの、打算でできてんの、考えすぎじゃない。いや、戦略込み、もういつかもうそろそろいい、もうある程度フォロワー来たんだから、もう人間味出そうよ。なんかあのその実験として、そのツイッター消すとかとあの、の後でいいんだけど、あの今度はマジで考えたこと、何それの方がワクワクする。あ、もう考えたことを昔の高校生の時に戻ったような気持ちでガンガン書くみたいな。ガンガン書く。え、それさ、もうさ、逆にフォロワー増えそう、炎上しすぎて。普通に、いや、そうだ、やってみてほしい。で、あのそういうキャンペーンでしたってヘベロって言って、もし炎上が、あ、もう全部全部全部回収、全部回収でリスナー増える。あ、もう最高。あ、どうかな。やりたくなったけど、そう、絵文字とかもさ、もう考えないでさ、なんていうの、ガンガンなんていうの、あんまり考えずにつけて。いや、見たい、そのバルに見たい。予約ツイートしてるラッパーいらん、ね、予約ツイートしてるラッパーだよ。キモいよね、ほんとキモいけどさ、リアルを見せるのがやっぱラッパーなんじゃないの。だから予約ツイートしてますとかも言ったらいいと思うわ。いや、そう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 、それ、うん、実は私予約ツイートいや、でもこれは全部書くが一番いいわ。
予約ツイートとかしててめっちゃキモいよね。だからもう高校生に戻ってツイートしますってやって、それで2週間ぐらいやるみたいな。あ、ちょっと実験やってみますみたいな、素直になったらいいかもね。うん、そう、それがいいかもしれない。いや、だってびっくりしたもん、なんか。そんなやつ、今から本音言いますって言って本音聞くやつ出さくない。キモいね。こいつ、それで本音じゃねえだろって思うよね。そう。え、なんか、もう。逆に真面目だなって、普通に真面目でいいなって思ったんだけど、あのなんかライブ後疲れすぎてるから予約ツイートで感想とか準備してるよね。してる。だから感想じゃないじゃん、 それって思いながら聞いて見てたもん。感想じゃないんだよね。ライブ後じゃないね。オールナイトニッポンの後かな、なんか。そうそうそう。それはまあこういう感想を抱くだろうっていうことを予言して書いたってこと。あ、お疲れ様でした、自撮りみたいなやつ。もう自分でフューチャーバルにやってんじゃん、もう。うん、そうだから。だから未来フューチャークロちゃんだ。フューチャークロちゃんで、フューチャーバル、セルフフューチャーバルにやってんだ。そうなんだよ。そういうことしてるときがすごく私心が落ち着くの、すごく。これで抜かりなくできるわって思って。いや難しいな、なんか逆を言うとそれめっちゃいいと思うの。味が出ててやばいやつ、意味わかんないじゃん。うん、でもそれが裏で。やられて誰も気づいてない、まあ、この ラジオ屋さんごっこで、まあやっと知られ、ちょっとだけコアファンには知られるかもしれないけど、うん、なんか もったいない、なんかファン目線に出したらなんかもったいないなとか思っちゃう。あ、それすらも知られた方がそうこのやばさを見て、あ、もう全部書けばそれプロフィールに、確かに、ね、あの実は全部予約ツイートです。いや、それもいいかもしれんな。なんかいろいろ実験めっちゃしたくなってきたな。なんかね、ちょっと楽しいかも。調査員目線でさ、なんかやっぱそれで増減どんぐらいあんのかとか見たいっていう。高校生の頃に戻って全部書いて、その結果。いや、絶対増だよ。書けるよ。でも減もあるじゃん。いや、まあ減もあるけど、増が上回ると。減さされたとしても、そいつらどうせラジゴ聞いてないそうだから、やっぱいらないわ、そこで減。そうラジゴ聞いてるそうしかいらないの。うん、いやそう、大丈夫それ、ちょっと責任持てない。いや大丈夫。てか、決めたそうじゃないそれ。なんていうの、いいんじゃない、本当に見てくれてる人じゃないってことじゃん、そこで。なんか、私のマジの内面見てさ、こんなこと言っちゃうんですね。いやでもわかる。でも僕ちょっとソフト見下し2022のちょっとティーザーになっちゃうけど、うん、本当バルニーのファンと言ってるのにラジゴ聞いてないやつらマジみんなバチボコ見下してる。うん、うちも普通にディズリー力が足りなさすぎる。いや、やばい。いや、あいつらマジで多すぎる。勝つ、いやいや勝つ多すぎる。Spotify とかで見つけたらやっぱさ、そこでしか調子しないじゃない。全然全部聞かなくていいの。あのだってそんなんバルニーの作品が好きで知らないみたいな。いや、そう1話ぐらい、1話の10分ぐらいは聞いて、あ、ちょっと違うな、僕には私にはだったら全然ありえるじゃん、そんなの、うん、そんな求めないよ、うん、でも、うん、マジで知らないやついるじゃん。でそこからフォローバーされ、僕はバルニーの検索で、あのバルニーってつぶやい、バルニーという言葉が含まれてるツイートを全部ファボってんのね。でそれで分かっちゃうのよ、あのあっちはバルニーとつぶやいてるのに、うんうん、で僕がファボったことによってフォロバしてるっていうことは、あ、え、こんなのあるんだ、フォローっていう意味なのよ。だからなんか申し訳ないんだけど、あの罠になってて、それでバレてて、そいつらマジで、え、こいつ何なんとかマジで思っちゃう。性格悪すぎるだろ。自分で検索してフォローしに行ってんのにさ、フォローバー来たら、うわこいつ今知ったなって、今知った、そう、今知った。だからやばすぎるな。ちょっとソフトなこういう方がいるんですね、初めて知りました、すごい素敵です。でファボからのフォローバーはすごい、あ、素直だな、いいなって思うんだよ。うん、いるのよ時々、なんかバルニーしか勝たんみたいな感じな人が、今知ったみたいな、今知りましたみたいな、いやいや、ふざけんなよみたいな。性格悪いな、よくない、別に。いや、いいんだよ、別にいいんだけど、見下すよっていう話。怖いよ。あ、怖厳しいね。厳しいね。厳しいよね。厳しいとかないんだけど。だって、リーコそうっしょ。
え？同意見でしょ。同意見でしょ。スペースキャットだったじゃん今。完全にスペキャだった。何も。いやあれだよ。同意見でしょ、そのラジゴ聞いてないとみたいな。ああ。同意見。ああじゃないよ。ごめんなさい。いや同意見マジで。なんか自分だったら一旦わーって全部この人の情報抜け漏れないか、なんていうの、確認した上でツイッターとかで書くかな。なんか大丈夫この件あれ燃えないこの回大丈夫だよ、この回大丈夫だよ。いやまあまあ本当に本当にまあ大事、あの全然全部聞かなくていいんだけど、なんか私がライトファンだったらめちゃくちゃ傷つくけど確かに傷つけまくる、そう傷つく。ああだからやっぱもうダリーダリーってなっちゃう普通に。あまあそうやね、ダリーよね普通に。いやわかる、ダリーみたいな、なんかで流れてバルニーを好きと思って、あバルニー良きスコーみたいななんかツイートしたら勝手にファボられて勝手にファボられて勝手に切られるっていう。確かにダリーは、いやでも確かにいろんな人いるんだもんな。今言われるよきっと、なんかバルニーはいいけどバルニーの周りにいるやつがうざいって言われちゃうよそれ。いやだからそれがね、それがねいるのよ、いるのよ。でも、ね、もう言われて、なんか僕は大丈夫なんだけど、この子がこのスペキャさんがねめっちゃ嫌われてるんですよいやそれはポジティブすぎるだろう、つーちゃんも言われてるでしょ。いやまあ言われてるだろうけど待って、言われてる、うちらってそうなのもはやちょっとショック受けてる人がそうだったっけ。えでも絶対いると思う、ちゃんとしてこの段階しかももうちょい早くない、まだ今そうだよ、ワルニのそうだよ、フォロワー6000とか10万とか言ったらその態度なのかもしれないでも確かに絶対いると思う、あのコロナ中のあのコロナ中にズーム飲み会で、いやバルニっていいけどあのラジオ意味わかんないよねって、腐るほどいると思う、そう言ってる人コロナ禍にね、そうそうだよね、絶対いるもん。だって僕らが違う人のことを LINE で言ってる通りに絶対それのミラー版があるよ、うん、絶対あるね。なんかある、それは別になんか言われてもいい批判っていうよりは、うん、なんか受け止めた方がいい批判なんじゃないかって思っちゃう。いや受け止めてるから130回やってんだよこっちは受け止めてないけどパボして切れてんじゃん全然いいよ嫌われてしょうがない、おもろす。いやでもな、明日からそうだね、実験は結構したくなってきたな。えちょっと決めようよ、僕は、うん、あのディアクティベートする。私はどうしようかな、うん、すごい、だってつーちゃんがディアクティベートするってことはエゴさして教えてくれる人が一人減るってわけじゃん。そうなんだよね、それつーちゃんのおかげで分かってたんだ。そうそう、知れてる情報があるわけじゃん。でもツイートデック、あそっか、バルニーがやなければ、ま、リーコしか残って、リーコはそんなことしないからさ、うん、困っちゃうよね。じゃあ1日1回っていうのはブラウザ、いやいや無理、ダメダメだ、それはデスクトップ。だそれを1週間に1回すればいいじゃんバルニーは。あーそっか、それを1週間に1回にするのね。うん確かに。じゃあ自分がツイートするってだけっていうツールはないの、そのフォロー、タイムラインは見れないけど自分がツイートだけできるツール。1週間に1回それを貯めといて、メモ帳かなんかに貯めとくのか。1週間に1回30分の中に予約ツイートをちょっとチンチン全ミュートしてれば。あ全ミュート難しくない？1000人とかミュートするの。あ1000人もいるんだ、うん、フォローしてる人ね。そっか、はあ、難しいね。そういうツールあったらするか、ミュート大量できるっていう。え、なんでツイートする必要があるの、告知？いや告知とかはするかもしれないじゃん、なんか今分かんなくて。えだからそれを週一で予約ツイートすれば、週一で頻度大丈夫でしょ。そうか、やり、いやいいよ、やりたくなければいいんだよ、もう今のままで。やりてんだ、今のままでした、うん、地獄落ちればいいんじゃないのそこまで言うね、実は地獄だよ。そうね、地獄に住んでる、サッキンさんが言ってる。私地獄に住んでると思ってる。サッキンはもう変える気持ちは一切なし、そのツイッター利用方法をちょっと工夫みたいな、うん、なし
本当に。だってさ、だってさ、ちょっともうめっちゃ話してるからあれだけど、作品って YouTube もクソ見てるよね。YouTube も見てるよね。まあ仕事だからな。いや、それ絶対言い訳でしょ。めっちゃ見てる。めちゃくちゃ。いや、すごいなって思いながら見てるもん。見てるかも。見てる範囲がね。いや、うん、範囲すごいなって思う、いつも。楽しい、でも情報を得るのが楽しいからな。なんか多分、もうさ、田舎から出てきたからさ、やっぱ情報に得るのが楽しいのよ、こっちから。わかる、情報最高。それもさ、今日さ、呼びたかった理由の一つでさ、あの、うん、状況一人暮らし孤独勢がこの中にいないから、なんかそういう人の、うん、SNS を楽しんでる人なんか言ってた目線がちょっと惜しかった。なんかバルニーがいきなり LINE がさ、なんか電波働いてたみたいな口調でさ、めっちゃなんか分析してさ、なんかびっくりした、なんか読もうあれ、うん、なんだプランナーみたいだったよね。プランナーになってた、ストラテジスト、まあ、キーワードなんだっけ、私分析の状況、状況で出る、孤独、状況孤独で検索してる。私上京して孤独なやつ、あ、出た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 、あの孤独枠ひどくない、バルニーがリーコとツーちゃんはそもそもリズナー層とかない違うし、私は一番近いはずだけどアーティスト赤ってことで 目線ずれ始めてるっていう点点点っていうところで、でリーコがなんか、合わせる必要なくないみたいな感じで言ったら、リスナー層と合わせる必要ないって言ったの、うん、そうそう言ったら、それをリプライで必ずしも共感は必要ないが、コロナ以降ほぼ外界接触のメインになりつつあって、上京して一人暮らししてる人とか特にその分受けるストレスもどでかいと思ってて、そのあるある要素を入れたい気持ちがある、あるある要素、うちは言うてリア充だからさ、上空を一人暮らし孤独勢から見える SNS の見えてない。それでそれで呼ばれる、さっきなんかやくそくそ、これバラすのやばいでしょ。それで、しかもそれで、しかもラジゴリスナーそういう層だと思ってる、確かその後書いて、うん、確かにもう全員的に回してるじゃん、ラジゴリスナーは、ね、状況孤独勢だと思ってる、そうだね、状況一人暮らし孤独勢だと思ってるから、そう、ね、そうなの、そうじゃなくないです、ずれてるかもしんない、でも結構いると思う、だってさ、まあ、一定数いるかも、状況じゃなくても、あの転勤とか、あの孤独になっちゃった、その仕事の関係で遠くに行っちゃって、で孤独になっちゃったから、なんかダバなしが聞きたくてラジオ聞いてるとかよく聞くの、まあでもクラファンで見る限り、なんかもちろん東京が大半占めてるけど、うん、びっくりするほど日本全国って聞かれてて、うん、まあ、人数は少なくてもなんかめっちゃぶち上がったよね、うん、クラファンでしてないからけど、海外もねいるしね、転勤税、そう、 今ねラジオ タイランドで流行ってるの知ってる、さっき。いや知るわけないだ。嘘で、誰が聞いてる、いやマジマジ分布図見たら聞いてる人いるんだよね、そうそうそう、いやそうそうそう、そうだからさ、そういうだからタイでタイに行った日本人がそのなんかちょっとしたこう無駄話聞きたいみたいなイメージ、いやそう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 、なんかマー君もそれだしね、めっちゃやっぱ海外行くとポッドキャスト、そう、いや無駄話にしたら偏差値高いと思う、そんなことないな、ね、絶対、いや何納得してんの、リコ、え、あー高い、私たち高いやなって一番低い人が言うな、偏差値が高いっていうか、そうね、なんか YouTube くらいのカロリーの方が楽っちゃ楽だよなっていつも思う、ごめんよごめんよ、やっぱこの下から出てきたものとしてはやっぱり、あーそう、でもなんかそうね、なんかやっぱツーちゃんもリーコもその SNS の使い方独特すぎて、なんか普通にそういういい話がみんながあるあるっていうの出ないなーって思ったんだよね、私は。あ、でもまあそれ言われたらやっぱ孤独っていうのは大きいキーワードかもね、うん、だから見るしね、ツイッター。言うて逆言うと僕作品がめっちゃ一般とは思えない。え、私はい、うん、私もです、すいません、全然一般じゃない。あのかなりハードコア、なんか違う派閥でハードコア。そうかもしれない、仕事も仕事だし、まあ確かにね、
もう一人呼ぼう、瀬下さんも呼ぼう、瀬下さんもやばい。だからツイッターハードコア民、そう、ハードコアツイッター民をちょっと呼びたかったっていう、その、いやでも私はもう結構ツイッターあって人生変わったなと思ってるからありがたい、いい方に、そう、もう、それで締めよう、それで締めよう、なんでなんで、でもこれで締めたらなんかちょっとまたあれかもしれないけど、やっぱ一応フェミニズムみたいな概念を学んだのはツイッターだったなと思って、やらなきゃ知らなかったっていう話、やらなきゃ絶対知らなかった、このモヤモヤに名前をつけるとするならばみたいな、分かんなかったから言葉を得たんだ、ツイッターのおかげなんだ、うん、うーん、そうかも、ツイッターありがとう、ありがとう、確かに、とか、まああとそれだけじゃないけどね、普通になんかすごいいいなって思う作品とかいっぱい見れるのはやっぱツイッターだから見つけられるのはね、えって思う、そうだね、あのリーコは買いたい、何買いたいって、ちょっと自分と SNS との関係性を、え全然変えたくない、全くストレスも感じてないし、なんでこの回確かに大丈夫、あけどなんか一個なんかね、なんだろう、今の SNS を知らない、自分の SNS を知らない人となんか飲み会、もちろん飲み会で知り合った人とどんどん仲良くなってて、でなんかインスタフォローしていいって聞かれて、すごい久しぶりにこう戸惑って、なんかあそっかこの人私のインスタ知らないんだって思って、でなんかこうそういう SNS とかを通さず私を知ってくれた人って、私のインスタ見たらなんかどんぐらいうわって思うんだろうみたいな。いやでもそれめっちゃいいこと言う。なんか仕事で1年前の話だけど、なんかリサーチで僕よく人を探さなきゃいけない、インタビューしなきゃいけなくて、でなんか条件が女性20アラサーで女性でみたいな、なんか条件がちょうどリーコになんか合ってた感じがしたのね。うん、でそれ同僚にそのリーコの赤をあげたら、うん、帰ってきてすぐ、この子めちゃくちゃ癖強いねってそう、なんかすごいいろんなとこから聞くの、なんか僕意識してないからさ、あそうなんすかみたいな、いやこの子はちょっと変わってるみたいな、うん、なんか普通のサンプルとしては全然意識してないよね、なんかよくない昔付き合ってた人がなんか私の誕生日プレゼントになんか洋服かなんかあげようと思ったらしくて、そこの服屋さんのなんかそれもうち嫌なんだけど、なんか店員に私のインスタ見せたんだって、こういう子なんですけどって。めっちゃおもろいじゃん。その人が困っちゃって、なんかこの子洋服装もなんか決まってないっていうか、そのテイストが全く全部の写真が違うし、なんかちょっとつかみづらいみたいな。でも待って、あごめんごめんどうぞ。あそうつかみづらいですねみたいな、なんかいろんな格好してますねみたいな感じで、なんかな悩むじな、さらに悩ませちゃったっていうのを聞いて、なんかあんま考えたことなかったけど、第三者が突然私のインスタ見たらつかめないよなって思って、だからなんか私と喋ってるだけの中の人がインスタ見て幻滅とかするのかなとか、もうすでに昔から知ってる人へのなんか安心感とかってやっぱこういうとこから来るのかなとか、なんかすごいいろいろ考えちゃって、 SNS の存在によって一個いらん情報が増えちゃって、わかるわかる、インスタ見密かにインスタ見てくれてた方がすげえ安心する、そう、なんか私の家族とか変なとこ分かった上で私に連絡してくれてるんだって、めっちゃ分かる、だから僕ゴロッと態度変わるもん、あのすーちゃんはな初対面で会います、あの特に大人アラサー大人とかいう意味わかんないんだけど大人っぽい場で会います、僕普通に常識人として接します、でたまたまそのうちの一人が SNS フォローしてくれてて、でいきなり DM でラジオちょっと聞きましたって言った途端に僕めっちゃカジュアルになれて仲良くなれたから、わかる、全然違う、ラジオってでかいよね、そうなんかでラジオともそうそう、ね、受け入れてくれた感じ、安心感が、そう安心感、わかるわかる、でも僕この話聞いててめっちゃなんか一つ
気づいたっていうか試したことじゃないわけじゃないけど、ある自分の中の基準ができたと思う。あのリーコのインスタをある人に見せて、その人が違和感を抱いた人を見下す。あのなんでちょっとわかる。リーコが条件、リーコがラインみたいな、大事なこの世の一番一つ大事なラインみたいな、わかる、絶妙なライン、はいはいはい、この方のインスタ見てください、見ます、この子ちょっとねみたいな言ったら見下すと思うそんな攻めてないしみたいな、新たな基準ができた。キャパ狭いよね、キャパ狭すぎる、どう世界どんだけ狭いの。なんかそれでバルニーとかだったら表の人だし、なんかいろんな色なんか変だしみたいな、理解できんのよ、寄り添えんだけど、リーコの見てさ、わかるよ言いたいことは。でも別にそれでちょっとなんか、ちょっととか言うのはさ、はぁってなる。いやって思って今見てるんだけど、結構すごいな、やっぱリーコのインスタって。え、どこが、なんかまず自分の一番なんか、なんていうの、スクロールして一番最初に出てくる自分の写真で、なんかすごい漏れてそうな可愛い写真かなって思って見たら、格好がピンクの服に黒の水玉の襟付きのなんかドレスみたいなやつ着てて、なんか柄がバックスバニーで、なんか鬼人なんだよね、なんか格好が一応ドレスアップなんだよね、ドレスが鬼人、ドレス姿が鬼人なんだよね。確かに撤退、撤回するかも。いやいやいや、すんなすんな。いやいや、プロフィール写真でもうすでにおかしいのよ。なんかプロフィール写真は結構なんか良くない。ごめん、なんかこれセンタマ嘘でしょってなる。そうそう、え、うちそういうなんか全てになんかわかんない、ギャップを狙いすぎたのかな、何なんだろう、うん、怪しい、なんかカテゴライズされたくない気持ちが強すぎるのかも。うん、ごめん、ちょっとすごい怪しい人だわ、うん、ちょっとすまん。これはセントマ出身の人はきっとさ、モノクロでさ、横向いてこういうなんか写うつむきがちな写真とかさ、なんかちょっとなんだろう、こういう煽った感じの自撮りとかかと思うじゃん、うん、けどあえて白彫りで犬を抱えて笑顔のとかないだろうなみたいな気持ちでやってるから、なんかセントマの人はみんなこうみたいな考えを変えたろみたいな、そういうめっちゃいい話じゃん、めっちゃいい話じゃん。そういう気持ちもあってやってるから、ね、あ、もうこれもうもはやもうステートメントなんだ、インスタ自体が。そうだよ、なんか、ね、そうそうそう、いや、そういう時の投稿もある。うん、添えたね人か、うんうん、全てがそういうわけじゃないけど、だから私のことインスタとかだけ見てドキュンって言ってくる人たちいるけど、野間さんとか、野間さんとか、ね、野間さんとか、野間さんとか、野間さんとか、あの私はそれをなんか一応なんか演じてやってるっていうことを分かってほしいんだよね。いやもう信用できんわ。いや伝わんないんだよ全く。伝わんないよこれじゃ。全部ちゃんとやってるようにしか見えない。ないよね、家族に、親に。私ほど客観視してる人いないと思うんだけどな。ちげえだろ。信憑性ゼロ。違うか。違うでしょう。すごい。でもまあうん。リーコ会そろそろするから。あ、でも間に合わないかな。まあいいや、リーコが。なんかリーコが推しの人すごいの話聞きたくなった。だから、あの素直にこのラジオを長い間聞いてくれてて、私はリーコが推しですっていう人がいたら、あのお便りください。うん、え、お願いします。言語化してほしい、リーコ愛を。確かに、私のいいとこわかんないもん、もう怖い。まあいいや。はい、いい締め方、喋りすぎやねん、この回長すぎ、すげー長い、やばい、そう長い、 SNS の話こんなんじゃないんだ、うん、いやこれ長すぎ、久しぶりに喋りまくった。一旦さ、もうウィークリーコンテンツ話そう。そうね、はいはいはい、はい、ありがとうございました。サッキンさんありがとう。サッキンさんありがとうございました。サッキンさんはまた
そのうちまた引っ張り出させてもらいますが、だいたいだいたいバルニとサンちゃんいるからそっか、家近いんだもん。家近いです。あ、そうなんだ。そうです。はい、はい、ありがとうございました。みんな SNS はほどほどにね。そうだね。はい、はい、じゃあ締めます。はい、なんだっけ。はい、今週の The Weekly コンテンツ。あ、いなくなった。 INI ロケッター、ウダイのノート最新のやつ。おお、植物療法士の村田美沙さん。あ、さっきんさんお願いします。あ、私も、うん、私は今エイジオブエンパイアにハマってますマジで。なやろっってやつがあんのよ。え、よくわかった、伝わった。わかんねえ、なんだこれバイバイ、バイバイ。 Thank you so so much for listening to Radio Yasan Koko。 各回のザ・ウィークリーコンテンツとか話の補足は Twitter でつぶやいているから見てみてね。 Twitter は@RadioYasanKoko RadioYasanGokko だよ。お便りも待ってるよ。 Twitter のリンクもしくはポッドキャストのエピソードメモのリンクからお便りフォームへ飛べるから、誰でもいつでも送ってね。いつも聞いてくれてるみんな、本当大好き。 I love you, I love you so much. I love everything about you. だからいつもありがとう。また再来週に。